そんなこと改めて聞かれると恥ずかしいですけど。大好き。そういうことだったんですね。せっかくのいい雰囲気なのに、現実を突きつけるのはデリカシー違反ですよ。そうですけど、じゃあ最後にもう一度キスしてください。学園じゃ王子様なのに私が甘えると変ですか？とっても優しいキスでした。ありがとうございます。はい、よろしくです。ハルくん大好きですよ。ハルくんって明日はバイトですよね。じゃあ日曜日って空いてますか？あ、正確には日曜の午後なんですけど。
バレましたか。でもよくわかりましたね。もう、そうやって言えば私が喜ぶと思ってますね。正解です。ドコーン。はい、実はお洋服を見に行きたいと思っていて。あの時はまだ自分に自信が持てなかったこともあって、それはほら、おとといの。少しでも可愛くなれるように私も頑張ってみようと思ったんです。すみません、お待たせして。言われた通り、車や自転車に気をつけながら歩いてきました。変なの、普通なら文句言われてもおかしくないのに。わかります。この前は普通に遊んで終わっちゃいましたからね。はるくんとしては物足りなかったかもしれませんけど。